宮はかくて住み果てなんとおぼし立つこともありけれど、院に人の漏らしそうしければ意図あるまじきことなり、下にあまた戸ざま高ざまに身をもてなしたもうべきことにもあらねど、後ろ見なき人なんなかなか去る様にてあるまじきなお立ち、罪えがまほしえがましき時、罪えがましき時、この世後の世中空にもどかしきとが覆うわざとなる。ここに書く世を捨てたるに三宮の同じこと身をやつしたまえる。末なきように人の思い言うも、捨てたる身には思い悩むべきにはあらねど、必ず差しも用のことと争いたまわんも歌てあるべし。世の浮きにつけて意図はなかなか人わろき技なり、心と思い取る方ありて、今少し思い沈めて心すましてこそとも、しましてこそともこうもとたびたび聞こえたもうてっけり、この浮きたる大女を聞こしめしたるべき。さようのことの思わずなるにつけて、うじたまえると言われたまわんことをおぼすなりけり、さりとてまた現れてものしたもんは、現れてものしたまわんもあわあわしゅう心づきなきこととおぼしながら、恥ずかしとおぼさんも愛おしきを、何かは我さえ聞き扱わんとおぼしてなん、この筋は欠けても聞こえたまわざりける。細やかな話が続きますが、宮はこれはもちろん落ち葉の宮はこんなふうにして山積みの様、住み果てなんとおぼし立つことありけれど、もうこのまま山積みをずっと最後まで続けていこう、そうご決心なさることもあったけれど、朱雀院におかれては人の漏らしそうしければ、宮がそんなふうに思っていらっしゃるというふうなことを申し上げたものがあったからして、それで父の朱雀院におかれては出家している朱雀院がこんなふうに表へ出てこなきゃならない、いろいろ指図しなきゃならないのは本当は、不自然なこと、朱雀院の心にもやっぱり反することなんですけれども、やむを得ないわけ。それはあってはならないことだ。現にあまた戸ざま高ざまに身をもてなしたもうべきことにもあらねど、そうかといってそのあちらにこちらにといろいろに、いろいろな、あらわに言えばいろいろな男に身を任せなさるような、そんなことがあってはならないことだけれど、前には柏木に、そして次には夕霧に、そこまで具体的にはもちろん言ってないけれども、言ってみれば、あちらの人に、そしてこちらの男に身をお委ねになるというふうなことがあってはならないことだけれど、後ろ見なき人なん、そうかといってしっかりした貢献役のない人は、
後ろ見なき人、後ろ見っていうのは後ろ盾になってくれる人、貢献役の人、それがない人はなかなる様にて、生実家な状態で言葉としてはこれ言ってないけども、そのなかなかなる様にてかくかくあるということはということなんです。そのかくかくあるというのは出家する前にそれ出てきているわけですから、出家をするというふうにして思い立っているってことを朱雀院が聞いて、それはあるまじきことだとこう言っているわけです。出家するにもちゃんとした後ろ盾になるものがいてくれなければ、結構やはりお金がかかるわけですね。後ろ盾のものがいなければどうにもならない、ね、出家したらそれで、仏様がどうかしてくださるっていうわけではないわけ。ことに内親王のような人が出家したら、出家してもそれ相応のやはりかかりが必要なわけで、当然貢献役を務めてくれるものがなければならない。また現世の姫君として生きていたら、さらに一層大きな力を持った男性の庇護役がなければならない。前からたびたび言っているように、内親王が降下せられるっていうのは、そこへ大変な身分の高い女性がまれびととしてお客様として下ってこられたわけですから、うちの嫁というふうなわけには絶対にいかないわけですね。そこのことが大変なわけです。そのことは現代だって昔ほどではないけれども、やっぱり気分的にはありましょう。だから昔は、ね、古く遡れば遡るほど、その周りにやはり格別な身分のある三宅がたくさんあって、そしておのずからそれが解決していったわけですが、敗戦後はそれが一挙に大変なこう変化を持ってしまったから、内親王様とか王女様とかって言われる方々は今やはり大変不安定な苦しい状態にいられるわけですね。こんなのはもっと早く敗戦の後に、もうその時から そういうことを考えるべき人たちは考えておかなければならなかったわけです。源氏物語読んでて、なんか千年前の物語だと思える部分は、それはもちろんたくさんありますけれども、源氏物語の書かれた時代に源氏物語を読んでいた人よりも、もっと切実な思いで我々が今源氏物語を読みながら考えなきゃならないことがあるわけなんですよね。幸いに今の陛下の内親王様は黒田家嫁がれて、
確かな形をご自分の生活の中にお持ちでいらっしゃる。そして伊勢の西宮様の補佐役のような形で、当然次の西宮様におなりになるでしょう。それはそれで大変大事な役をまたお務めになる。そして身分も大変落ち着いた形でいらっしゃるわけですが、しかし同じような境遇の方で、それに似た形で内親王様ではないけれども女王様と言われる方々、どんどんまた若い方が成長していかれるわけですが、なかなか僕は難しいだろうと思うんですね。この戦後の社会になってしまった、そういう日本の中の男性でそういう方をいただいて、きちっとこう自分たちの生活を築いていける男性っていうのは非常にやっぱり稀になってしまったでしょう。まあそれは僕が申し上げても何もしょうがないですけど、源氏物語読んでると平安朝でもやはり内親王様が親戚に降下なさるっていうことは大変なことだったんだ。でこの落ち葉の宮の、ね、母の宮住んどころなんか、やっぱり柏木のところへ降下するのでも反対だったというふうに書いてありますね。そしてやはりこういう時源氏物語っていうのはそれを感じさせるように書いてあるわけですけれども、背後の財産の問題、それがやはり大変なことなんだということをちょっとこう心を届かせればさせられる形の問題が随所に出てくるわけですね。それは女性の書いた美しいこう物語でありまして、これが折口先生はよく「源氏物語」、男の手で書いた部分も全部随分あるはずなんだ、あれだけこうしっかり人間が書けるのは男の手が加わってるに違いない。それから財産問題というふうなものを出るべきところでは感じられるように出してあるけれども、あれもおそらく男の手が加わっているんだろうというふうに言ってましたけれども、そうはっきり僕はここが男の手になったんだというふうにこうなかなか読み分けられないのですけれども。それよりもなんかこの人物の、ね、細やかな心のありようってものが見事に書いてあって、こういうのはやっぱり女性の才能ではないかなという思いがするところが多いわけですけれども、しかしとにかくここでも、ね、朱雀院が出家してしまわれた。それはそれなりに朱雀院自分の出家して後の生活が成り立つような形、当然考えていられるに違いない。しかし三宮や、あるいはこの落ち葉の宮、そのお姉さんになるわけで、年かさなんですけれども、三宮よりもさらにこう背景が貧しいというかか弱い、そして宮住所がこんなふうにして亡くなってしまうわけです。三宮は源氏のところへ託してあるわけで、源氏の扱いが不思議に冷たい、まあ
源氏と三宮と柏木だけが知ってる理由で冷たくなるわけですけれども、だけれどもまあ安泰なんですね、源氏のところで引き取られているわけですから、朱雀院の思惑はあれでよかったわけですが、しかしこのこれからの落ち葉の宮の身の振り方なんかなると朱雀院は頭が痛いわけですね。それは境遇が儚くなっていくというだけじゃなくって、経済的な現実問題としての背景がどうなっていくかというふうなことがあるからですね。だから朱雀院もその落ち葉の宮が出家するというふうなことについては非常にあの強い反対の意思を持ってられるわけですが、で意図あるまじきことなり、現にあまた戸様高様に身をもてなしたもうべきことにもあらねど、そうかといってそのあっちにこっちにといろいろに身をお委ねなさるいうふうなことがあっては、これもあってはならないことである。だけれどもそうかといって後ろ見なき人なん、貢献役がないというふうな、そんな境遇の人はなかなか猿様にてあるまじきなお立ち、なまじっかな状態で出家なんかして、出家なんかした後であるまじきなお立ち、あってはならない、いっぺん出家してしまったものが結局出家はしたものの身寄りもない、そんな境遇の人にまた何かこうちょっかいを出すようなものなんかが出てきたりして、であってはならない評判なんかが立って、罪えがましき時、罪作りなような状態になった時に、この世後の世中空にもどかしきとが大技なる、この世でもつまり現世でも後世でも死んで後の世になっても、出家した後にそんな不埒なことになったらこれはもう大変な後世の大きな障害になるわけですね。だからこの世でも後世でも中空にもどかしきとが大技なる、非常に中途半端なもどかしいとがを身に負うことになるのだ、ここに書く世を捨てたるに三宮の同じことを身をやつしたまえる、ここに書く世を捨てたるにというのは、朱雀院がこの俺がこんなふうに世を捨てて仏の道に志をまあ貫いて仏の道に入ったことだが、三宮の同じこと身をやつしたまえる、三宮がまた同じようにして出家の姿になっておられる、それを末なきように人の思い言うも、
末なき世ってのは子孫が儚くなっていくというふうなことですね。朱雀院自身が出家なすってしまって、そして三宮もまたあんなふうに出家したいという心が強くて、そして、出家 したわけです。出家の姿になって、天の姿になっていられる、そのことだけでも朱雀院の系統、朱雀院のお子は子孫が末なきように先細りになってしまっていられるいうふうに人が、世間の人が思ったり言ったりしているのも、捨てたる身には思い悩むべきにはあらねど、もう世を捨てて出家してしまった身に、そんな世間の評判など気にすることではないけれども、そんなことを思い悩んだりすることではないはずだけれども、だけれども嫌ですよね。あの帝の後はもうみんな出家してしまわれて、お子はないのと同じことだ、全然栄えなかった帝だというふうに世間から言われるのは何とも残念だという、そういうお気持ちですね。捨てたる身には思い悩むべきにはあらねど、一遍出家してしまって、そういう俗世の名利からは縁を絶ってしまった身には悩むべきことではないけれども、必ず差しも世のことと争いたまわんも歌ってあるべし、あなたまでが落ち葉の宮、あなたまでがそのように同じようなことを競い合うように出家なさるというのは、世のことと争いたまわんも歌ってあるべし、できるだけそのあらわに言葉を言うまいとして、少しこう言葉を、まあ、間接的にして言っているわけですけども、世のこと争いたまわんも歌ってあるべし、同じような傾向のことを、同じような趣のことをまるで競い合うようにして出家なさってしまうというのは、少し具体的に言葉を補っておけば、まあ、分かりますけれども、出家なさろうとするのは歌ってあるべし、決していいことではありません。世の浮きにつけて糸はなかなか人わろき技なり、世の浮きにつけてっていうふうなところも、言葉は少しこうおぼろげにしてあるわけですけれども、世間では夕霧との噂をがしきり流れているわけですね。その夕霧との評判の、辛さにつけて、夕霧との評判のうさにつけて、そういう評判が流れる世の中が浮きことであるということで、伊藤はなかなか人わろき技なり、世を厭うのは、世を厭って出家してしまおうとするのは、
人わろき技なりみっともないことだ。心と思いとる方ありて、自分の心に「これ」と言って、確かにこうよるべき方法があって、今少し思い沈め心澄ましてこそ、ともこうもするようになされ、心と思いとることあり、思いとる方ありてっていうのはね、つまり落ち葉の宮が出家したいというその願いみたいなものは非常に衝動的なものだと朱雀院は考えているわけですね。資料分別を尽くした上でのことではない。あの宮住所が急になくなってしまって、もう資料も分別も失った気持ちで出家したいとこう思っているんだと、まあ、実際にもそういう要素が非常に強いわけですが、朱雀院は考えている。だから自分の心に判断すること方法ができて、今少し思いを沈め心を澄ましてこそ、そういう問題はとにもかくにも決めることが大事なんだ、そんなに衝動的に出家したいと思い詰めるってのはやはり取るべき方法ではないと、たびたび聞こえたもを蹴り、たびたびお悟しなされた、お聞かせ遊ばした、この浮きたる大なおぞ聞こしめしたるべき、院がそんなふうにまでおっしゃるのも、出家なさった院が俗事に関わらないということが建前の出家なさった院が、この浮きたる女をぞ聞こしめしたるべき、ここまで落ち葉の宮におっしゃるのは、その世間の評判をお聞きになっての上のことだろう。これは語り手の、まあ、感想、語り手の意見いうのがここへ入ってきてるわけですね。この浮きたる女をぞ聞こしめしたるべき、ここまで院がおっしゃるのは、この世間での評判が流れているのをお聞きになってのことだろう。出家なさった院がそんなことを心悩まされるっていうのは、まことにおいたわしいことだというふうな気持ちで、語り手が加えている言葉ですね。さようのことの思わずなるにつけて、宇治たまえると言われたまわんことをおぼすなりけり。さようのことのというのは、その夕霧との評判ですね。それが言ってみれば、知らないのはご本人だけというふうなことですね。で、世間では、もし宮が出家してしまわれたとしたら、あの評判になっていたことが
思いのままにおなりにならなかった。そのことで世の中がもう嫌になっておしまいになって、それで出家なさることになるんだろうというふうに評判されることを懸念なすってのことである、懸念なさった上でのことであるわけだ。宇治玉えるっていうのはね、もうそのことが何とも耐え難くおなりになった。そういう世間の評判になっている煩わしいことに関して、もうつくづく嫌になってしまった、それで出家なさったんだろうというふうに世間の者たちから言われなさることをお考えになっての上のことであることだ。さりとてまた現れて物したままも、あわわしゅう心づきにやくこととおぼしながら、そうかといってまた現れて物したままも、夕霧と宮との間がこうなんだとはっきり表に出しておしまいになるのも、あわわしゅうも心づきなきこととおぼしながら、いかにも軽薄な似つかわしくないことだとお思いになりながら、しかしそのことをここも略されているわけですね。口に出して言うとすると、宮が恥ずかしとお坊さんも愛おしきよ、そんなこと言われるのも耐え難いお思いになるであろう、それもおいたわしくって、何かは我さえ聞き扱わんとおぼしてなん。どうして自分までがそのことに関して聞き扱わん、とやかく何を言うことがあろうかと、そう思いになって、この筋のことは欠けても聞こえたまわざりける、決して口に出しておっしゃることはなかったことだ。夕霧はそのことをほとんど気にしていないわけですね。むしろ宮との間がなんか思いのままに、自分の思うままの方へこう発展していくことを願っているわけで、なんか武骨者の一途な恋みたいな、そんな気分になってしまっているわけで、父親の源氏の方がむしろ細やかに察しているわけだけれども、でもさっきのように親子の間の会話の中でもあんな形で、終わってしまっている。それから出家なすった、そんなことに関わりのないはずの朱雀院がこれだけやはりそのことを事柄を背景にして、自分の娘である落ち葉の宮のことを案じている、
しかし心配はしていてもそこの肝心のところを突き詰めて言うことはなさらない、諭しながらハラハラしていられる。でもこの筋は欠けても聞こえたまわざりけるというふうな形で心を使っているわけですね。だからここのところのこう見やすんどころ、なくなってしまった見やすんどころももう二人は多分行くところまで行ったんだろう、世間が噂になるの、世間の噂になるのももっともだみたいな気持ちで死んでしまった。それがショックでまた命を縮めてしまった。だからやっぱり一番そういうことを見抜いて察知して、そして取るべき態度を取らなければならない夕霧がやっぱりまずいんですね。だから周りの者たちの上にいろんな波紋が起こってくる。落ち葉の宮も苦しむ、あるいは夕霧の妻も苦しまなければならない。それでいながら一番鈍感でいるのが夕霧だということになるわけですが、そういうところがこう浮き彫りになってきているのが今読んだところ、今日読んだところなんですね。しかしよく書いてありますね、源氏物語ってね、憎らしいほど表現力がありますね。ちょっとここで休みましょう。